メリカが開発した脅威の榴弾砲 M777 を、ついにウクライナに提供する方針が固まったようだね。M777 に限らず、ウクライナ軍は西側諸国の支援を受けて、最新鋭兵器の調達にどんどん成功している様子で、次第に戦線が膠着し、一部の地域ではウクライナ軍がロシア軍を押し返している状況だな。制空権を確実に担保することもできず、地上では有能な西側諸国の最新鋭兵器によって押し返される状況になっているロシアは、四面楚歌の状況に陥っていると思われるぜ。ロシアも今の状況は面白くないだろうね。世界中を敵に回してでもウクライナに侵攻する必要があったのかな？俺たちには知る由もない事情があったのかもしれないな。とはいえ、市民に被害を出している時点で仕方のないことだったとは言えないが。そうだね。さて今回は、そんなロシアの窮状を招いた M777、そのスペックと、戦況に与える影響などについて、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。M777 は、自走車両に牽引して運用される兵器の一つで、正式名称は M777-155mm 榴弾砲と呼称されるんだ。ウクライナは、ロシアの戦車や自走砲に対して遠距離から攻撃を行うアウトレンジで対抗しており、戦争初期の時点ではアメリカから供与された携帯型対戦車砲スティンガーがかなりの効果を発揮したとされているよな。そうそう。スティンガーは、市街地に侵入するロシア軍戦車等に対して、ビルの影などその死角から発射することで確実にロシア軍戦車を破壊していたとのことで、ロシアがキーウなど市街地での戦闘を避けるため、戦線を東部に絞り込んだきっかけの一つとも思われるね。そして、ウクライナ軍はいよいよ東部戦線、新ロシア派に実効支配されている東部2州の奪還に向けて行動を開始することになるんだけど、そうなると今度の戦場は市街地ではなく、広大な平原となるよ。つまりウクライナ軍は、攻勢に転じるにあたってアウトレンジがより可能な兵器の供給を求め、その求めに応じてアメリカが応じたことで提供されたのが M777 だったわけ。もちろん、これらの兵器供給に応じたのはアメリカだけではなく、NATO 加盟国を中心に様々な兵器の供給が行われているよ。例えばオランダは、キャタピラ式で自走する PZH-2000 自走榴弾砲を6門、フランスがカエサル自走榴弾砲を12門提供しているんだ。カエサル自走榴弾砲は、装輪のトラックに搭載することで容易に移動可能な 155mm 榴弾砲となっており、かなりの高スペック兵器を供給しているね。各国の支援で、ウクライナは最新兵器を用いて戦うことができているんだね。だからなんとか大国であるロシアとも渡り合えているのか。でも、今回アメリカが提供した M777 は、他国の自走砲と違い、自走が不可能な兵器なんだよな。なぜ、アメリカは自走することができず機動性の低さが指摘される M777 を供与するのか。この点については、多くの軍事アナリストが疑念を抱いているよ。とは言いつつも、アメリカ政府関係者は M777 の存在が戦況を一気に好転させるゲームチェンジャーとなり得ることを確信しているようで、なんと一度に90門の供与を決定していると語っているんだ。そこまでアメリカが自負する兵器ならば、かなりすごいのだろうと誰もが思うよね。でも実は M777-155mm 榴弾砲なんだけど、アメリカのオリジナル兵器ではないんだ。M777-155mm 榴弾砲は、1999年に BAE システムズに吸収合併されたイギリスのビッカース造船技術会社の開発が元となっており、同社が進めていた最新鋭の榴弾砲開発プロジェクト長軽量野戦榴弾砲 UFH で生まれた兵器を、アメリカが自国兵器としてアピールしているってわけ。なぜアメリカは、自国のオリジナル兵器でもない M777 を推しているのかというと、ビッカース社を買収した BAE システムズが、2005年にアメリカの防衛産業関連企業であるユナイテッドディフェンス社を買収したことによって、アメリカも開発に参画することとなったことが契機なんだ。アメリカが参加することによって、アメリカ式の正式番号が与えられた M777 は、かなりの高性能を発揮したようで、すでにアメリカ軍では既存の 155mm 榴弾砲をすべて M777 に置き換えることを計画しているとのことだよ。アメリカ以外にもカナダ統合軍地上軍が M777 の採用を決定したほか、そもそもの開発企業の母国イギリス陸軍でも採用のためのトライアルが開始されているとのことで、今後西側諸国の主力榴弾砲として多くのユーザーを獲得するのではないかと言われているんだ。有事の際はいろんな損得感情が絡み合うことも事実だからな。言ってしまえば、ウクライナに提供された兵器は各国に対しての宣伝にもなるぜ。効果不効果、そういう側面があることも事実だね。では、ここで今までのアメリカ軍の野砲について、確認をしておこうか。
この M777、今までアメリカ軍がこれまで主力野砲として運用していた、M198-155mm 榴弾砲と、性能面では大差がないとの声も多く聞かれるんだ。例えば、野砲の重要なスペックである最大射程で比較すると、M198 が通常弾である M107 榴弾を発射した際の最大射程が 22.4km であるのに対し、M777 の場合は 24km と、さほど差があるとは思えないよね。そして、野砲において欠かせない発射速度で比較してみても、M777 の発射速度は M198 と同じ分間4発となっているので、正直言って何がどうすごいの?と言いたくなるスペックなんだよね。余談だが、陸上自衛隊で運用している FH70 を比較対象にすると、最大射程に関しては M777 と同等の 24km なんだが、発射速度は分間12発と、なんと日本製兵器の方が M777 より格段に優れている部分もあるんだよな。そんな兵器をなんで今更ゲームチェンジャーと銘打ってウクライナに供与することにしたの?その答えは重量にあるようだね。M198 の重量が 7.162トン、自衛隊の FH70 は 7.8 から 9.6 トンなんだけど、M777 はこれらと比較すると、改良型でも 4.218 トン、軽い 3.7 トンとなっているんだ。かなりの軽量化がされていることは、戦場においてはかなり有利に働く面もあるんだよ。例えば、列車やトラック輸送を余儀なくされる兵器より、ヘリコプターや輸送機に積み込んで輸送することができる兵器の方が、当然機動力もあり、速やかに前線を構築することが可能なんだぜ。M777 は、その軽量ゆえに UH-60 ブラックホークや UH-1N ツイン10位などの中型汎用ヘリコプター、ゲルトローター機の V-22 オスプレイでも、機外に吊り下げて輸送することが可能となったな。実際、ウクライナ軍が運用しているヘリコプターは、旧ワルシャワ条約機構軍において最もポピュラーで最大積載量が、4トンである旧ソ連ロシア製のミル8チップであることから、M777 の重量はまさにベスト重量なわけだね。制空権をロシアが完璧に確保していれば別問題だが、現状ではウクライナ空軍の行動に支障を受けるようなことは起きておらず、M777 はスムーズに前線に展開できる状況であることは間違いないようだな。なお、アメリカ軍では M777 と一緒に運用することを前提に、旧ソ連ロシア製のミル17チップ H 輸送ヘリコプターを抱き合わせで供与することも予定しているよ。ミル17はウクライナ軍が運用しているミル8の発展型であり、積載重量がごとに増加していることから、もちろん M777 を輸送することができ、旧ソ連製兵器の運用に慣れているウクライナ軍の兵士たちにも速やかに使用できるとの目論見があるってわけ。でも、ここまで見てもアメリカがゲームチェンジャーと呼ぶようなメリットはあまりなさそうに思えるんだけど、そうだね。でもアメリカがここまで言うからには当然理由があるんだ。実は今回の M777 には、アメリカで開発された最新鋭の砲弾がセットで供給されることが決まっていて、その最新の砲弾は、かの政権になぞらえて M982 エクスカリバーと呼ばれているもので、アメリカのレイセオンミサイルシステムズ社とイギリスの BAE システムズ AB 社によって開発された、衛星利用測位システム GPS を利用する管制ナビゲーションシステムにより、精密誘導が可能な砲弾となっているよ。つまり、ロシア軍がどこにいようとも、衛星からの情報をもとに誘導して目標を撃破することができる、まさに政権の命にふさわしい砲弾と言えるよね。エクスカリバーは、約 40km から 57km の最大射程を誇り、半数地中海 CEP はおよそ 5m から 20m とされる驚愕の精密さを併せ持っており、砲弾に装備されている折りたたみ式の滑空翼によって、発射された後に標的へ向かって高鋭角弾道飛行線の頂き部から、滑空しながら射程距離を伸ばすことができるため、敵軍が気づいた時にはすでに目標が破壊されているという、ステルス砲弾と呼んでも差し支えがないスペックを誇っているんだ。エクスカリバーが M777 と一緒に運用されれば、ウクライナ軍はロシア軍の榴弾砲に対して、アウトレンジからの精密誘導が可能となり、戦況を大きく変化させると言っても過言ではないだろうな。もともとウクライナ軍は ICT 技術が高いことが知られており、すでに今回の戦争でもドローンを使った爆撃により、補給線を破壊する効果を上げており、ロシア軍は補給が思うようにいかない状況に陥っていることが明白になっているぜ。アメリカ国防総省の高官は、2022年5月9日の定例会見で、現時点で310名以上のウクライナ軍兵士に対して M777 運用訓練を実施して完了していると述べ、供与予定の M777-90門のうちすでに85門がウクライナに届いていることも明らかにしているよ。
ウクライナでも M777 はすでにドンバス地方に到着していて、ロシアとの戦線で戦闘に用いられていることを確認したと、地元メディアが明らかにしており、現在東部戦線の激戦地となっているドンバス地方において積極的に用いられていることが明らかになっているんだ。ウクライナのゼレンスキー大統領も、5月13日にロシア軍から1000カ所以上の集落を奪還したと述べており、ウクライナ第二の都市であり東部地域の要衝であるハリコフから撤退する動きが見えていることとも明かされていることから、M777 が本当にゲームチェンジャーになり得ている可能性があるな。アメリカをはじめとする、西側諸国の兵器供給の流れはさらに加速しており、ロシアの四面楚歌な情勢はさらに深刻になるものと思われるよ。だけど、追い詰めすぎると核兵器の使用を匂わせているプーチン大統領をさらに刺激するのでは、との声もあり、今後も戦況は急転する可能性があることは理解しておく必要があるんだよね。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。